バーンナサーン軍は、タイ南部、スラートターニー県の軍、バーンナーサーンとは、田んぼの村という意味である。軍の歴史は、ラムプーン軍の時代まで遡ることができる。ラムプーン軍は19世紀後半、現在のスラートターニー県南部の広大な地域を、管轄していた。もともと7つタムボンがありタムボンバーンナー、タムボンターールア、タムボンコープケープ、タムボントゥンタを、 タムボン一般、タムボンプラセーン、タムボンパノムであった。1899年ラムプーン軍の南部が切り取られ、プラセーン軍、パノムブン軍となった。もともと、ラムプーン軍は、ナコーンシータンマラート県の管轄下にあったが、1906年、チャイアー県に移譲された。1918年4月29日軍長がタムボンバーンナーにあったので、軍の名前は、ラムプーンから、 バーンナーへと変更された。1938年7月1日軍長がタムボンナーサーンに移動したため、1939年4月20日に、バーンナーからバーンナーサーンへと名称が変更された。1970年代バーンナーサーンは相次いで分離し、キエンサー軍、ウィエンサ軍、バーンナーデューム軍が分離して、軍を形成した。軍の頭部は、 ナコーンシータンマラート山脈の一部であり、タイロムイエン国立公園に指定されている。西部にはターピー川の形成した平地が広がる。軍の主な水源は道下線やラムプーン川などである。交通は大国鉄が通っている。国道41号線が南北に伸び、南はパッタルン方面と、北はプンピン方面と通じる。 国道44号線が東西に伸びており西はアーオルック方面と東はカーンチャナディット方面と通じる。国道4009号線が北に伸びスラートターニー方面と国道4178号線が西北に伸びておりバーンナードゥーム方面とつながっている。軍内の主な産業は農業でパラゴムの木の生産やランブータンや マンゴスチンなどの果物の生産が盛んである。軍は11のタムボンに分かれ、さらにその階に65の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また軍内には10のタムボン養成体がある。ありがとうございます。